黒点は猫目いたちか天属に属する哺乳類。ロシア、中国、朝鮮半島、日本からヨーロッパ東部まで広く分布している。日本では北海道にのみアッシュのエゾクロ点が生息している。近年まで生息状況がわからなかったが、近年の調査で北海道の中央部位とイホクに広く分布していることが明らかになっている。 大陸に分布する黒点は、東道長5 0ートル尾が1 7トル体重1 5ラムになる。体毛は灰色から黒褐色。点と外見的には、胸にオレンジ色、または褐色の反紋がないこと、尾が短いことで区別される。アッシュエゾクロ点は、 東道町3五から40センチメートル、おな十12から14センチメートル、体重0.7から1キログラムと大陸産のものより小型である。また遺族露ロテンの体毛は冬にベージュ色となるものが多い。工作地周辺を含む森林に生息する。樹上で活動することも多いが、地上の動物を捕食するためなどの理由で、地上も頻繁に利用する。小型脊椎動物。 昆虫、果実を食べる。積雪期には、雪と地表の隙間に入り、野ネズミなどを捕食する。雪ウサギなど、自分より大型のものを捕食することもある。黒天と禁煙種である点が1940年代に、本州から北海道に移入されており、エゾクロ点の分布していない、北海道中央部異星、以南に分布しており、競合や交雑など、 エゾクロテンへの影響が懸念されている。非常に古くから高級な毛皮を持つ動物として知られてきた。なお、毛皮動物としての本種は、クロテンより英名をそのまま読んだセーブルの名で呼ばれることが多い。高級水産用質としても使われる。日本では平安時代から高級毛皮として知られており、北海や東北地方経由で輸入され、皇族や貴族に 鎌倉時代初期まで愛用された。源氏物語の末継む花にも、当時の若い女性には珍しく本種の毛皮を着用していた胸の記述があり、実際の着用例としては、第五天皇の元服前の三子茂明親王が毛皮を何重にも重ね着して、牧海氏と会ったという記録などがある。近代に至り、中国で新朝が起こると、 同調発祥の地がかつて牧海のあった地であったこともあって日本同様皇族や交換の間で陳調されるようになる。また交益品として江戸時代の日本に北海道のアイヌを通じて輸出され乱獲されるようになる。やがてアイヌは本州の毛皮を求めて縁回州やカラフトへ進出するようになる。またこの頃になると帝政ロシアのシュベリア進出が本格化し、 得られた毛皮がヨーロッパ各国へ輸出され、もてはやされた。当時、ロシアでは捕獲した本種の毛皮40頭分を一単位として流通させており、その影響が現在のロシア語の40に残っていると言われるから、派生したのではない独自の単語になっている。こうしたロシアの東方征服の歴史とともに、黒点の捕獲圧も東方に進み、 さらに個体数を大きく減らしてきた歴史を持つ。現在でもシベリア産のクロテンの毛皮は、毛皮の中の最高級ヒンドシアンセーブルとして知られる。北海道に生息するエゾクロテンも、明治時代初期には全域に分布していたが、乱獲されて減少し、絶滅が危惧されたため、1920年に禁了となった。ただし、クロテンの毛皮は、大陸産の毛皮に比べると、 毛色が悪く品質は低かった。ありがとうございます。